ありがとうございます本日はよろしくお願いいたします,しますよろしくお願いします、はい、まずはご挨拶を頂戴したいと思いますがメルルさんからお願いしてもよろしいでしょうかはいえっと本日はありがとうございます私も本当にトムとジェリーが大好きなので今日はとっても楽しみにしてきましたよろしくお願いします はい、はい、ありがとうございますはい、はい、お二人とももう半歩で構いませんので前の方にお立ちいただいてもよろしいですかありがとうございます続いてイーティさんお願いしますえ皆さんこんばんは今日は足を運んでくださりありがとうございますイーティー・マリエですえー、っと映画トムとジリ三月十九日公開なんですけどそれに先駆けてこういうあのイベントあのもあのー、参加できて嬉しく思いますよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますありがとうございますえー、お二人からですねいろいろですね魅力を伺っていきたいと思います。 ではマスコミの皆さん、ここからはフラッシュを使用しての撮影はご遠慮いただければなと思います。はいいありがとうございます では早速なんですけれどもお二人ともトムジェルのスペシャルな衣装で本日ご登場いただいておりますけれどもはい衣装を着られていかがでしょうかねお互いに見合っていただいてエルタンどういやでも本当にすごいおしゃれで可愛いなと思ってこの後ろもすごい可愛くてなんかどうなってるのちょっと見せていただいていいですかなんだろうそう文字が書バックそうですバックプリントもめっちゃ可愛くてすごいお気に入りです私服に取り入れやすいなと思いましたなるほどはい あまりこう、うん、主張しすぎずみたいな感じで。でも可愛さはあってっていう、オーバーサイズなので、はい、ちょっと男性の方も女性の方もなんか一緒に着れる感じがして、すごい可愛いなと思いました。 またトムジェルが一緒だとねなんか気持ちも上がったりとかしませんテンション上がったりとかしませんか上がりますそうですね確かになぜなぜしたくなっちゃいますよね確かにそうですねねありがとうございますお二人ともとても似合って可愛いと思いますありがとうございますはい実はですね今回なんですがラフォーレに入っているおよそ25ブランドとトムジェルのコラボが実現しているわけなんですね25ブランドってすごいですね結構いいですよねはい見応えがある 明日からなんですが4月4日までの期間中の原点販売となります、はい、各ブランドが魅力的なトムジェルグッズをご用意していますので皆様ぜひチェックをしていただきたいと思います さあ、それではですね、メルルさん、はい、実はプライベートでも。<laughs> そうなんですトムジェリーグッズを身につけていると伺ってまして、そちらですね、すお写真の方。はい、はい、抜き出していただいたんですが。がこれはインスタに投稿したやつなんですけど、あのブランドとトムとジェリーが、あのコラボしていて。それをなんか原宿、を歩いてる時に、あの見つけて、か、すぐ即買いしたアイテムで。これはすごい私服で、めちゃめちゃ使ってます。すごい、はい、インパクトのある表情だよね。トとジェリーはそうなんですよ、すごい可愛くて。 後ろ向きたいぐらい超可愛い。やっと後ろ向きたいぐらい。めっちゃ可愛いです。即買いだったんです。即買いです。ええ。呼んでましたが、トムとジェリーが。呼んでました。呼ばれました。引き寄せ。引き寄せました。はい。たかいんですか。それ。これは、でも、これはね、春先でも着れるし、冬でも着れるみたいな感じで。あっ暖か。 服はないですけど、うん、はい、うん、シャツだ、ね、そうです、シャツなので、うん、はい、おしゃれ,れから着ればいい。はい、そうなんですよ。なんか包まれてる感じがいいですよね。人ねそうですね。この前も、と、このロゴが書いてあったりして、ポケットに。はい,は,いはい、はい。すごいお気に入りです。はあ、はい。なかなかあれじゃないですか。あの、それを着てる方、あったことなんかないんじゃないですか。 そう、いや、でも、結構ありますね。うん、人気なんですね、はい。結構、はい、インスタとかで見たことあります。ああそうなんですね。はい、でも、トムジェリーファンはたまんないですもんね。はい、ちなみになんですけれども、いつぐらいから、そのトムジェル好きになったという感じなんですか。ちょっとパネルをお預かりしましょうかね。私は、もう、本当、覚えてないぐらい小さい頃から見てて、うん、なんか、その。 例えばなんですけど、歯医者とかが行くのが嫌で、でもトモトジェリーの DVD 見してあげるからって言って嫌なことも言ってたみたいな、トモトジェリーのためにみたいな感じですね。すっごいちっちゃい頃から大好きでした。きっかけはやはりこう、はい、まあ何かテレビか何かで見て、わあ,あ可愛いみたいなところからのきっかけなんですね。そうです。はい。うん そしてお母様がまあいろいろ見せてくれてそうですそうですああもうトムジェリーにつられて歯医者の痛みも吹っ飛んだとはい吹っ飛びましたね <laughs>、はい、ちなみにあのメルウさんが考えるそのトムジェリーの魅力って何になりそうですか,、うん、あなんか見てて本当ハッピーになるっていうか明るい気持ちになるのがすごい好きですね、うんうん、はい 本当にそうなんですよね小さい子ももちろん大人も見てもって感じですよね。そうですすねありがとうございまでは伊藤さんのほうなんですけれどもいつぐらいからトム・ジェリーのファンになってますでしょうかね。これはもう忘れもしないんですが小学1年生から6年間学校に帰ったら絶対カートネットワークでトムとジェリーを見てたんですよ。学校にに帰るたびだからもうこの間 イベント終わりに全部のほぼほぼ全部詰まってるトムとジリーのアニメの DVD をいただいて見返したんです、お家で。でもやっぱどれも記憶に残ってるものばっかりで見てたなーっていう懐かしい思いもありながらやっぱりもう何年も前ですけど面白くて可愛くてやっぱ大好きになりました、より、う。ん まあ、あの2人、まあ、2人って言っていいんですよね、2>, 2, 匹2匹ですよね。ね匹がね <laughs> あの喧嘩が命がけじゃないですか、命がけの喧嘩ってよくね,ねコメント使いますけれども、はいうん、あの様はね、見ててなんかもうトムの耳からあのジェリーが入って、はい、目の奥からジェリーが見えたりとか、なんかトムの歯がもうなんか全部折れちゃったりとか、うん、なんかそういう。はい、なんか あの突拍子もないことが起きるんですけどそれも笑えちゃうとかトム頑張れって思えるところとかそういうのが子供でもなんか面白かったんですよね大人が見ても本当可愛いいと思いますし、うん、やっぱ何年経ってもこの熱量は冷めないなと思いいままましたビビンン感じますすありがとうございます <laughs> ちなみにですけど小さい頃は例えばトムが嫌いだったけど大人になったらトム頑張れと思い出したとかそういうことってありますうーん そうですね、うん、でもやっぱりトムの味方ですね、ジェリーは本当と賢いので、ええええ、どうしたらジェリーに勝てるんだろうって一緒に見ながら考えちゃうぐらい、すごいなんか2人のなんだろうコンビネーションがいいのかな、逆にみたいな、こんなにわなんか痛そうだけど、笑えるってすごいなとか、うん、どうやって考えてるんだろうって思いました、うん、そのいたずらが。 まだ出てくるのかってぐらいのいたずらがなんかジェリーのその思考がすごいなって思いました、うんうんね、発想力がね、うん、本当にすごいですよね瓶、はい、の中入れるんだっていうね大人だと考えられないですけどみたいな、ね、考えられないですよね、えー、面白いですよねそこがはいありがとうございますメルルさんはちなみにそのトムかジェリーかって言ったらどちらになるのうわ でも私もトムですかね、やっぱ本当に応援したくなる、ジェリーはもう天才すぎるので自分とはかけ離れすぎてトムの方がなんがちょっとだけ親近感があるというか一緒に見入れる感じがすごい好きです。ジェリーもねあのその完璧 ではないというかちょっと抜けたところもあるところが、ね、逆になんかこう可愛らしかったりとかしますね、はい、危ない危ないとか思いながら見てますね, <laughs> ね<ー>はい、えー。もうお,お二人ともにも満面の笑顔でありがとうございます <laughs> 本当にねお二人ともに小さい頃からトモとジェリーと一緒に成長されてきたということがねよくわかるかと思いますさあそしてですね明日から開催されますトモとジェリーカートンカーニバルなんですがお二人ともにもいろいろとご覧いただいてますでしょうかはい 何か印象に残ってるとかってありますすででしょううかねそうですねそアニメの中にも出てくるトムとジェリーがちょっとなんか形を変えてるっていうかなんか、うん、私が印象的だったのは、はい、あのボーリングのピンになってるトムだったりとか <laughs> なんかこう。 あのスタンプとかメールのスタンプとかにも出てくる形だったりなんかト,ムとトムとジェリーがちょっと変形しているレアな,なんかキャラクターとかの展示品があったりとか、はいうん、そこの名前がやられちゃったキャラクターミュージアムっていうんですか。 ですねなるほどそことかがすごくなんかじっと見たくなるようなスポットでしたねねフライパンの形になってたり写真映えしそうな感じだったよねそうなんですよ、本当に映えスポットがいっぱいあってなんかアニメの世界に自分が入っちゃったみたいな感じで撮れるのがすごい良いなって思いましたおー、ありがとうございますメルルさんも何か気になるとかありましたそうですあの、写真スポットですよねはい。あとなんか本当にいろんなグッズが置いてあったりとか学生のこともえるようなペンとかノートとかもあってすごい これで勉強したら、はかどるだろうなみたいな。物販ね。はい、いっぱいあって、すごい気になりました。やはり一番最初に目に行くのは、写真スポットなんですか。そうです。いろんなところ、フォトセッションの場所があって。全部黄色の空間だった、チーズの、カラーだったりとか、なんかいろいろ面白かった。はい。まあ、実際に国内外のアーティストとね、コラボのね、作品があったりとか。すごい。 私欲しいなーっていう絵がありました<ら>これお家に欲しいなーっていうなんかちょっと和っぽい感じで書いてなんかすごい和っぽいトムとジリーの絵があってそれがめっちゃくちゃ素敵でした、うん、たまらないという感じですね、はい、<laughs> 素敵でしたさすがにプレゼントはできないと思うんですけど、ね、そうですよねちょっともう一回見て帰ろうかな <laughs> <laughs> 目に気付けて、ね 本当に世界にも注目されている作品ということでもありますねありがとうございますではですね私の方から簡単なんですが、えー、説明もさせていただきたいと思います、えー、本展なんですが3月19日に公開となります映画トムとジェリーを記念しまして開催するもので、えー、ラフォーレ原宿を皮切りに全国を巡回していきますそして今回のコラボレーションのテーマなんですがカートゥーンカーニバルです 3月28日までの開催期間中なんですが2人の楽しい世界をさまざまなアートで表現しましてラフォーレ原宿を楽しいカーニバル会場にしていきます。 トムとジェリーのアニメーション作品の展示であったりとか不思議な魅力が空間が魅力のトリックアート古典版にやられて変形してしまったキャラクターの展示であったりとかジェリーが大好きなチーズの世界を表現した空間を演出していきますまた各方面で活躍するアーティストのコラボ作品の展示グッズコーナーも併設することでトムとジェリーの魅力を体感できるイベントとなっていますそしてここでしか買えない限定グッズもご用意しております会場は全エリア撮影可能ともなっております さらになんですが、ラフォーレ原宿では4月4日までの期間、館内をカーニバル会場とする大型コラボレーション、トムジェリーカートゥン・カーニバルコレクション・ in ラフォーレ原宿を実施です。館内およそ25ショップにて、トムとジェリーをテーマにした過去最大規模のコラボ商品企画を展開します。そして各店舗でオリジナルファッションアイテムを期間中限定発売いたします。またですね、ラフォーレ原宿オリジナル企画の AR コンテンツもご用意してるんですね、えー。来館しないと見られないコンテンツ、そして自宅などで来館せずに楽しめるコンテンツを皆さんにはお楽しみいただけます。ぜひですねこの機会に時代を超えて愛され続けていますトムとジェリーの魅力たっぷりと楽しんでいただきたいと思います。 それではではすねここからなんですが、はい、3月19日に公開の映画「トムとジェリー」についてお話を伺っていきたいと思うんですが飯豊さんはですね、はい、霜降り明星のお二人と映画の応援団務められておりますが今までどんな活動をイベントでそのトムとジェリーの映画のちょっとお話だったりとかトムとジェリーの魅力とかを霜降り明星さんたちと、うん、あの。 なんかこうお話しするみたいなイベントをあの2つや,やらせていただきましたちなみに魅力ってどこでしょうかね伊さんのの魅力はやっぱり2人のなんかこうお互い大嫌いなんだけど大好きみたいなこう関係んかこう本当に喧嘩ばっかりだけどこの2匹はずっと一緒にいるんだろうなっていうなんかこう 見ていていずっと見てたくなる二人みたいなところが魅力だなっていうふうに霜降り明星さんともなんかお話しさせていただいたりとかせいやさんがすごく「とむじり」が大好きでなんかそういう話聞くとなんか私ももっとなんかアニメを見込んで「とむじり」の愛をなんかこれからも伝えたいなって思うぐらいなんか熱量がが入りりりまました <laughs> いや嬉した嬉いい限りですす、はい、ありがとうございますその映画なんですが、はい、一体どんなストーリーになっているのか簡単で構いませんので教えていただいていいですか。 トムとジェリーは本当命がけで喧嘩をしているんですけど今回の映画では命がけのタッグを組んでウエディングパーティーを2匹で成功させるていうちょっとんかこう実写と動物は全部アニメーションなんですけど実写とアニメのコラボでそれがんかこう身体験感新感覚みたいな感じですね。 実際にトムとジェリーが力を合わせてウェディングパーティーを成功させようというねうすね 1> 1回潰しちゃううんんですよ、ね、そうなんですすよそな2人のこういつもの喧嘩でウエディングパーティーが台無しになるんですけど、うん、またこう2人がタッグを組んだら奇跡が起こるのか起こらないのかみたいな感じの映画で、うんうん、音楽もすごい素敵なんです<う>劇中のあのなんかこうちょっと あのテンションが上がる曲だったりとか、はい、なんかそういうのも含めてすごく面白い映画になっていると思います。はい、もうニューヨーク中を巻き込んでの喧嘩ってね。そうなんですよね。はい、どんだけ命がけなんですか？っていうね。もうとにかく壮大ですよね。喧嘩がね。はい、はい、今ですね。ちょっとお話にも出ました。結婚式なんですが、はい、ちなみに言いさん例えばなんですが、ご自身が結婚した際は？はい どんな結婚式にしたいかななんてイメージってあありますかの考えたんですが海とか森とかで、うん、この長いテーブルで <laughs> あのなんかガーデンウェディングみたいなのを着飾ったりしないで、うん、軽装なこうカジュアルな感じで、うん、なんか仲がいい友達とかを呼んで。 輪になって踊るみたいな。<laughs> なんかそういうなんだろう。リラックスした。結婚式みたいなのがいいかなと。自然になか囲まれながらの結婚式が理想かなと思いますね、うん。うん、ねはい、もう今リアルに想像しすぎたしすぎちゃって照れてましたよね。今ね <laughs> いやいやちょっとそうですね。あの真剣に考えました。<laughs> 真剣に考えました。はい。はい、あとあのご招待するのは結構大人数なんですかね。それとも仲のいい友人たちみたいな感じですかどうでしょうかね。うん、なんかちょっと恥ずかしいので仲がいい人たちだけでやりたいですけど、やっぱりなんかどうなんでしょうね。それは分からないですけど。うんね、ちょ俺も呼んでくれとたくさんあると思う <laughs> <laughs> なんかどうどうでしょうかね。ね<え>。なんかそういういろんな人とを呼べる結婚式に、はい、あのーうんうん、なったらいいなとも思います。はい。 勝手に楽しみにしておりますのではい、わかりましありがとうございます <laughs> よろしくお願いします <laughs>、ね、そういうといいですね、本当にねはい、ありがとうございます、いろいろ、えー、トムとジェリーなんですがアニメーションのままでクロエ、グレース、モレッツなどハリウッドの超人気俳優たちと夢の共演を果たすハイブリッドムービートムとジェリーとなっています、えー、伊藤さんもね、ゲスト声優さんとして参加もされておりましてハ、はい、と そうなんです鳩の DJ っていう役と、あのー、公演の女の人を演じたんですけど鳩、ね、の役初めて演じました。<laughs> すごい楽しかったですなかなかハト DJ ってね、できないですよねありがとうございますぜひここも楽しみにしていただきたいんですが日本語吹き替え版なんですがみなせいのりさんそして木村すばるさんそして日野さとしさんなど、えー、豪華声優陣が多数出演となっていますぜひ日本語吹き替え版もお楽しみにしいただきたいと思います3月19日金曜日全国公開となりますはいありがとうございますで本日なんですが実はお二人の他に 特別ゲストをお呼びしているんですね。では、読んでみたいと思います。トムとジェリーです。どうぞ。うわあ、嬉しい。トムとジェリー。あの。かわいい。私、初めて。よかった。かいい今はね。できてる喧嘩してないですね。よかったです。よかったです。よかったです。<laughs> よかったです実はですね3日後の3月14日がホワイトデーということで<お>カートゥン・カーニバルや映画「トムとジェリー」の応援を一生懸命してくれたお二人に向けて、はい、トムとジェリーがなんと、はい、プレゼントを持ってきてくれた<ー>ということなんですね。えー、はいじゃあお二人から渡していただいて<ー>ちょっと止まって写真も撮らせていただきたいと思いますのでトムとジェリー、はい、渡してください。どうぞ ジェリーの渡して渡して止まってもらっていいですか？ジェリーせっかく渡してあげてください。ちょっと止まっててください。はい。いやいいですね。はいよかったメルさん、いかがですか？いや嬉しいです私生の友人ジェリー初めて会ってちょっとテンション上がってます。すごいありがとうございますありがとう嬉しい。何でも言うこと聞いてくれると思いますよジェリージャンプしてって言って。へジェリージャンプして。

嬉しい、ありがとうございますよかった、お二人のテンションもさらに上がりましなんかちょっとカーニバルっぽいなんか衣装着てますねあ、本当ですね,ねかわいいね、これかわい,い帽子かぶってる <laughs> 大切にします、ありがとうございます嬉し <laughs> <う> <laughs> いよかったね、とトム・ジェリーもね本当にね <laughs> はい、ありがとうございます照れてますけれどもではですね、プレゼントもお渡ししたところでこれよりなんですが、はい、フォトセッションのお時間とさせていただきたいかなと思いますのでご準備の方させていただきます まずあのちょうどセンター左側ぐらいですかね左が二番目がまあ,まあのオフィシャルになりますけれどもちょっと手を振っていただければ左から順番にちょっと手を振り続けて右の方まで視線をいただければなと思いますはいトンモジェリーも喧嘩しなければ大騒ぎで大丈夫です。<笑><笑> じじじゃゃゃ右の方に視線をください。はい、はい、ちょっとお隣ぐらいいきましょうかね。はい、はい、大丈夫かな。あと、こちらの方ですね、こちらの方のえカメラさんの方に目線をいただければと、ジェあととあメルさん、ちょっとだけ前に出ていただいていいですか。あ,ありがとうございます いいねともちょっと前行っちゃえば、うん、かぶってるかぶってる可愛 <laughs> いいですねちょっと定位置戻ってください、はい、大丈夫ですかねはいどうもありがとうございました結構ねお時間いただきましたがありがとうございます はい、では残念ではございますけれども、えー、お時間となってしまいましたので最後にご挨拶を頂戴できればなと思います。はい はい、まずは飯豊さんにお願いしたいと思います。はい、お願いいたします。えー、本当にとってもあのトムとジェリーが大好きな皆さんにはたまらないあのこう空間になっていると思いますので、えー、3月9日トムとジェリーの映画とあの一緒にあのこちらの、えー、イベント会場でも楽しんでいただけたらなと思います。えー、今日はありがとうございました。ありがとうございました。 では最後にメルルさんお願いします、はい、本日ありがとうございます本当にもう初めての生のトムとジェリーに会えてすごく幸せでしたし本当イベント会場もめちゃめちゃ素敵で写,写真映えインスタ映えとかもするのでぜひいろんな世代の方に来ていただけたらなって思います本日ありがとうございましたありがとうございました以上をもちましてトムとジェリーカートゥンカーニバルインラフォーレ原宿オープン記念イベント終了とさせていただきたいと思いますえー、本日のゲストです

朝喧嘩が始まる前にみんなとお別れしますかね。あ、逃げた逃げた。はい、行ってらっしゃい。ありがとうございました。